はい、はい、こんにちは、三宅義郎です。はい、こんにちは、恵子です。今日はですね、靴のね、正しい履き方を、はい、お伝えしたいと思います。では店長、はい、靴というのはね、こう箱の中に足を入れるわけですから、ゆるく履いてればブカブカしますのでね、靴の中で足がしっかり止まってなきゃいけません。でそのための履き方のコツです。お子さんの靴の場合にはこういうマジックテープのコツがあるので、こちら説明しますけど、まず履かれるときには必ずマジックテープを外します。これ大事なポイントですね。でこれ、ここの部分、これベロって言うんですけどね、このベロ少し上げてもらうと足が入れやすいですね。はい、で足を入れていきます。じゃあ私の手が足にしますね。はい、はい、足入れます。はい、入れましたらね、ここすぐ止めるんじゃなくて、足のかかとを靴のかかとの方に合わせたいので、はい、地面にトントンと下ろしてあげます。そうすると足のかかとと靴のかかとがここで一回止まりますよね。こうしといてから、このベルトをできるだけしっかり靴と止めて、ベルトをね、直して直しといてから入ってくるんですね。はい、でその後に歩いた時にこのかかとがブカブカと脱げなければ、それで OK。例えばちょっと緩めにね、止めて、あーってこうね、脱げちゃう靴は良くない。はい、で上手に覚えてもらおうと思うと、足を入れて、かかとトントン、マジックをキュッっていう風に覚えていただくと、結構ね、お子さんって慌てて玄関先でジャ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 ってこうね、履いちゃいますけど、 そこは一声お母さんにね、あれやっちゃうとね、はい、かかと踏み潰しちゃうと、やっぱりかかとの靴の寿命も短くなっちゃいますのでね、靴ってここがね、かかと周りがとても大事なところなので、落ち着いてね、玄関先でちゃんとマジックを外して、かかとを入れて、トントンして、ましょうねって一声かけていただくと、正しい履き方を覚えてね、子どもの足のとかね、健康に育ちます、はい、育ちますので、はい、ぜひ試してみてください。ということで、今日はお子様の靴の正しい履き方についてご説明しました。はい、向き屋靴店では、お子様の靴のご相談も受け止まっておりますので、はい、いつでも気軽にお越しください。相談くださいね。はい、ホームページの方でも詳しい内容をお伝えしておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、お待ちしてます。はい、さよなら。